ました。はい。それでは岡田忍のメロディーハート、イエーイ。よろしくお願いします。本当に始まりましたですね。始まりましたが、はい、最初からですね、はい、始まりましたと言いましたけれども、うん、題名がですね、はい、岡田忍メロディーハートということでスタートしたんですけれども、はい、岡田忍がですね、隠れてないですか、どっか、どっか、あれ、あれ、ああ、忍さん、いました。いましたはい、あ、恐れ入ります。すいません、私初めましてなのにすいませんありがとうございます大変申し訳ございません。今日岡田忍はですね、うん、愛知の方へ、はいはい、営業させていただいておりまして、うん、欠席ということで、はい、この場を、マネージャーの杉田と申しますけれども、はい、務めさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。杉田マネージャーでございます。恐縮でございます。杉田マネージャー様は言っても大丈夫なのかな、はい、アナウンサーのお仕事も、そうですね、だいぶ半世紀経ちますけれども、低音の声がいいですよね、はいはい、ね、それ入れます。はい、ちょっと幅がありなんですなので今回とても、はい、渋い感じの、はい、番組からこう始まるというね、ことでございますが杉田マネージャー、はい、早速、早速、とても素敵なゲストの方々来ていただいております。はい、本当にそうでございますよね。はい、もう岡田忍に引けを取らない。あら、もう素晴らしい、はい、ゲストを今日お招きいたしましたんで、はい、自己紹介でしょうか。いいですか。はい、まずは、はい、はい、のどかさん、はい、お願いいたします。はい、はじめましての方は、はじめまして。本日は S&AQ 女子の一人としてやってまいりました。夢レコードののどかです。どうぞよろしくお願いします。イエーイ、のどかさん。では、初めての人は初めてかもしれません。ゲストのシンガーソングライター、金子大と申します。イエーイ、金子大さん。イエーイ、サブライター。はーい。まあ本当にね、初の岡田忍さんの番組ということで、はい、もう記念すべき第1回目になるんですかね。そうですね、はい、月の第2週の月曜日、うん、はい、うわ、ありがたいということになりますので、はい、ありがとうございます。のどかさんは以前こう鳥越ね、こう番組何度か翔吾さんの番組でもお世話になりましたし、うん、金子大さんとも大井町にあるコスモポリタンさんというところでね、イベントでご一緒何回かさせていただきまして、はい、まあこうしてまたここでお会いできると。それはそれよね、今日は記念すべき祭日ですよ。祭日で、祭日で、はい、スポーツの日ですね、今日は、ね、ですからね。ただですね、金子さんは実はこう鳥越のスタジオでも本当に初めてですか。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。初出演でございますが、懐かしいですけどね、前仕事でね、この辺はもう3年間ぐらい通いました。随分変わりましたね。しかもですね、金子さん、こう杉田さんもこうスタジオには何度かもう来られてるけど、実はこういうなんていうんですかね、番組の出演は実は初めて。そうですか、何してたんですかね本当にもう、はい、渋いので、渋い、ね、素敵なお声とともにね、ございません、もう今日は、はい、来ているということなので、はい、長丁場ですからね、はい、何しろ長丁場ですから、はい、楽しく、はい、楽しく、はい、楽しく、元気に、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。のどかさんはじゃあ今日はこう言ってんですね。あ、こう言ってんね。素晴らしい、素晴らしい、ね、着物着てくればよかった準備が足りずにでもまたこう白のね、こう、うん、ね、お洋服がまた素敵なので、うん、ちょっと雰囲気変わりましたね。なんか髪の毛の色がちょっと違うと言われてそうそうなんです、ね、不良になったわけです。不良、ね、僕はこう以前から
あの面識はね、はい、お二人ともこうあるんですけど、そうですか、すごくこうまたあの髪の毛もそうですけど、うん、あの活動もね、うん、こうソロでもありながら先ほど流れた、あ、そうですね、こう AQ ジェシーの方もやらせていただきまして、うん、じゃあちょっとそちらの紹介を、うん、はい、すみません、はい、まあ、先ほどオープニングでも流していただいたんですけど、うん、タイトルは一人より二人というタイトルになります、うん、夢レコードの歌手4人、あ、3人の中から、うん、はい、なんと私たち選出されまして、うん、はい、伊達めぐみさんと藤原さやさんと私のどかと、あと小学校2年生のさくらちゃんという子で4人組でユニットを組ませていただいております。先月の8月30日ですね、こちら、うん、あのユニット新曲出させていただきまして、うん、で YouTube でも先ほどのように同じ動画流れますので、皆様ぜひ歌って、ダメにも配信されてますので覚えて歌っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。杉田さん、すごいですね。すごいですね。あの優しい社長の、うん、優しい社長の、はい、ね、あの石田社長と星野さんが、社長ってやつですね。はいはい、今ちょうどあの安くしてっていうあの新曲を出されてたんで、ちょっと負けないように今ちょっと意識をしてるんですけど、先立ってこう六本木で、はいはい、ご一緒させていただきまして、あ、はい、星野由里さんと、まあ、高山礼也君と、半蔵さんと、はい、あら、とうとうですね、その時にゲストで見えられてました、はい、社長が、はい、歌い手さんより目立ってました歌い手さんよりそういう社長様なんです、ね、はい、もう目立ってました。いや、もう本当に気さくな社長さんといいますかね、いつも明るく事務所にいると、うん、おはようみたいな、ね、あのまんまですか、もうあのまんまって言ったらあれなんですけどあのまんまでした、あのまんまでした、あのまんまでございました。なんかね、さっきのこう VTR でも見させていただいたら、うん、本当可愛らしい子を中心にのどかさんたちがなんかこう囲むように、はい、そうですね、うん、あのさくらちゃんという女の子なんですけど、うん、もうピアノとバイオリンの2本だけでこれオケを作っておりまして、さくらちゃんも本当にピアノもできるしバイオリンもできるし、もうフランス語とかも英語も本当に全部できる、もう最上の方なんですけど、そうで、あの先日9月25日だったかな、水曜日なんですけど、あの、うん、上野東天校の方にて、うん、あのうちのプロデューサーである塩入二郎バンド率いる AQ女子ということで新曲発表会をやらせていただきまして、うん、そこでもなんとあのバイオリン生演奏で弾いて演奏されてました。もう本当に多彩な、また何でもね、お年聞いたらもう8歳、小学校2年生なんで、私小学校2年生の頃何してたかなと思いちなみにのるこさん何か楽器は、楽器はあのギターとかをちょっとやってたんですけど、全然そんなあの披露できるほどの腕前じゃないんですけど、もう小学校2年生の私バイオリンのバの字すらないのにさくらちゃん本当にすごいなと思ってもう見てましたね。末恐ろしい感じがちょっとしますよね。これからが楽しみです。楽しみですよね。はい、で、なんでも杉田さん、うん、金子さんもシンガーソングライターと、そうですそうですね、そういうことですから、やっぱりギターを、あら、ね、いや僕ね、あの小学校の頃ね、はい、あの全音階っていうんですか、はい、あの先生があのピアノ弾きますでしょ、はい、それをあの音楽の時間が終わって、うん、皆さんこう静かになった時に自分でね、うん、もう全部弾けちゃうんですよ。その辺からですね、音楽がすごく好きになって、うん、合唱団っていうのに入りましてね、うん、その当時あの全国音楽コンクールか、うん、学校対、はい、で、ありますね、2位まで行ったのかな。あ、すごい。その中に幸いにしてメンバーとして入ってて、そうでしたか。その辺から歌好きですね。そんな金子大さんの曲を、実はこうあの動画預かっているというか、なので早速ちょっと、ぜひ嬉しい、ぜひまた曲の後にいろいろお話も伺いたいなと思うんですけど、はい、ね、よければ曲振りの方金子さんいいですか、うん、はい では2011年、滋賀市日本大震災が起こりました。その時に、3.11、皆さんご存知だと思うんですけれど、ものすごい地震、そして津波で、僕が一番あの心を痛めたのは引き波だったんです。その引き波に引かれていく、ね、水と一緒に引かれていく、その中に
お父さんお母さんまたはそのなんていうんですか、親類の方とかねたくさんいたんですが、その方たちを思って 3.11、7年後だったんですけど、風が吹いている今も忘れないという歌を実は作りました。ぜひ聴いてもらいたいです。では東日本大震災 3.11 をイメージして作りました歌です。風が吹いている今でも忘れない、聴いてください。風が吹いている、遠い海から、風が吹いている、今日も聞こえる風が呼んでいる、儚い夢か、風が呼んでいる、母の匂い、あの日の思い、叫んでは消える、もがいてもがいてもがいて、どうしてどうして帰らない、風が吹いている、丘の上から、風が吹いている、声が聞こえる、風が呼んでいる、心の弁が、風が呼んでいる、今も聞こえる、悲しみ越えて明日に向かう、悔しくて悔しくて、寂しくて寂しくて寂しくて、どうしてどうして、信じて信じて帰れ。
桜の花が咲くように季節は巡り思いは遠く時は過ぎていく3.11 をいつまでも忘れない。いやー嬉しいですね。今日ねミュージックもこちらで出かけてくるときにテレビで伊豆七島の方で地震があって津波がねすごい上がってきてましたね。なんか縁があるのかしら。一つ気になったこと聞いてもいいですか、はい、あれお顔映ってないのは何でなんですかあの時実はねちょっと調子壊してたんですよ。それとそれと大体僕も恥ずかしがりで赤面症で、まあ、もう先生もう僕の先生がね北海道に工藤忠之って工藤忠さんって言うんですけど昔の吹きの塔の白い冬というね作詞をした方がいるんです。工藤忠有名な方です。でこの先生がね金子お前顔出しゃいいじゃねえかってこういう恥ずかしく出せませんでした。ありがとうございました。もうねすごいやっぱりギターの一本だけでこう、自分のこう世界観がそう出せるっていうのはやっぱりすごいことです ね、 すごいですね。ちょっと特徴的に歌の中でチン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 ってやったのは、僕は毎朝仏様に手を合わせてるんですけど、その時にね鐘をチンチンってやるじゃないですか、あれを即座に入れたんですよ。まあ祈る気持ちで、はい、ご視聴いただきましてありがとうございます。素晴らしい、素晴らしい。なんでも金子さん自体が YouTube をやられてて、そのオリジナルをそこでもこうアップされてるんですよね。これが今の風が吹いてるのがまず一番最初の曲で、でその後なんとなくいろいろ歌作ってみようと、いろんなケースの歌を作りました。現状では30何本入ってるかな。でカバー曲も先ほど言いました杉本雅人さんのですね、はい、歌だとか、千秋直美さんの歌だとかもカバーで入れてありますが、どうぞご覧になってください。YouTube で金子大の歌です。よろしくお願いいたします。その際は金子さんちゃんとお顔は。お顔は。出てもうずうずしく。そうですか、そうですか。出るようになりました。はい。素晴らしい。素晴らしいですね。ここに、ね、杉田さん。はい。マネージャー様の杉田さん、はい、いよいよですか。いよいよ、はい、いいですか。もしよければ、それでは、はい、今日は本当に申し訳ございません。ちょっと愛知の方で出稼ぎといいましょうか、営業の方をしておりまして、代わりまして私が今日は参加させていただいております、本人のですねこれから、一番新しい曲になっておりますけれども、まあ、発売されましたのは一昨年でございますけれども、しぐれ海峡、まずは本人のミュージックビデオで進めさせてください。よろしくお願いいたします。
時から別れもあると思い、一筋尽くしたの。杉田さん、はい、やっぱり本人がいないところで本人の話をしてほしいんですよ、ええ、はあ、ありがとうございます魅力をちょっと、はい、岡田忍でございますけれども、はい、先ほど来申してます通り、はい、本日は愛知県の方へで行かさせていただいております、うん、聞きますと今日が5件で明日も5件というふうにですね、うん、
呼ばれまして、うん、行っております、全国的にもですね、ご承知の通り群馬県の太田が、はい、出身地でありますし事務所もあります、うん、で未だにその群馬からということですので、今日はその群馬から愛知の方へというふうにですね、まあ、全国そういうふうな形で回らさせていただいて、ようやくでございますけれども、本当に全国的に、お呼びがかかって、精力的に回らさせていただいているというところなんですけれども、まあ演歌というふうなことで一言で言ってしまいますとね、なんて言うんでしょうか、やっぱりこう感情というか、その物の入れ方っていうんでしょうか、それをどうお伝えするかっていうところが一番のポイントじゃないかなと思うんですけれども、そういう意味では岡田忍というのは一つの、なんて言うんでしょうか、出来上がったものというふうな形で今後も進めていきたいなというふうに思ってるんですけれども、はい。先ほど聞いていただきました時雨海峡もそうですけれども、うん、男性から別れを告げるんではなくて、女性からこう別れを告げるという曲なんですけれども、うん、なかなかね歌えそうもないような曲なんですけれど、うん、いかがでした？金子さん、だいぶ関心をされておりましたけれども、いやいや、本当に、まあ、僕もねちょっと、歌をこの東京都目黒区の歌謡教室の一部で、ちょっと歌を教えてる立場で立ってるんですけれど、パッと見た瞬間に非常に落ち着いた映像で、声もそれで今のお話のその詩の解釈ですね、これが伝わってくるこの歌い方、いやこの方は売れるんじゃないかなって僕思いました。ありがとうございます。本当に直感ですけれど、本人になり変わりました。勉強になります。本当にすいません、どうも本当に、本来でしたらね、ここにドンと座ドンとドンとって言って怒られますね。はい、座ってるのがよろしかったんですけれども、なんていうかね、こう僕はギャップと言いますか、すごい歌ってる時とこう話してる時のギャップが非常にこう、なんていうんですかね、あって、そこが面白いという先輩ですけど、前回ね、大変もうご迷惑をおかけしまして、楽しいもうアイディアからだから、登場しましたのが下から出てまいりましたんで、本人が下に隠れておりましてですね、そこからこう出てまいりました。もう大変、そんな恐ろしい、はい、大変もう。じゃあ次の枠はそれでいきましょうか。貞子じゃないっていう、本当にもう申し訳ございませんけれどもね、ありがとうございました。ありがとうございます。そして、次の歌が、私のオリジナル曲でございますね、木漏れ日の君、歌謡バラードでございます。聴いてください。これで君も僕も
閉めたけれど腕の中からすり抜けてゆく朝が来るのが怖いのさ遠くへ遠くへさよならを告げずにどうしてできたらいいの部屋の飾りはあの日のまま君と歩いた木漏れ日の中で僕は自分の光を探してるどうして生きたらいいの時計の針は止まらないまま君を愛した木漏れ日の中で僕は自分の光を探してい, てもいいですね。若いね。若いね。いつ聴いてもいいよ。いつ聴いてもいい曲なんですけど、ちょっと違う。ちょっと前。ちょっと若くない？若いですかね。若くない今老けました。ちょっといや、なんでもないですけど。ありがとうございます。素晴らしい歌はいいよね。ありがとう。中国の歌はいいよね。ありがとうございます。なんか今、コメントが、はい、届いたということで、読み上げさせていただきます。はいはい、杉田さん、はい、初めまして。めちゃくちゃイケ声でかっこいいですねイケメンメダコさんよりコメントありがとうございますあらこちらの方はこちらの方でしょうかねこら恐れ入りますえいやのどかさんばっかり見るんじゃないこれ落ち着けコメントは杉田さんの方ですけどちょっと興奮して抑えましたありがとうございます用意がいいですね今日の写真草原の陰で喜んでると思ってますありがとうございますここコメントをいただけるとね、はい、またありがたいのでねぜひあの見てくださってる方は、はい、いい子だった、はい、いい子だったはい杉田さんもう後半に来ましたけど、はい、早いですね意外と早いですねでもびっくりしましたこうなんていうんですかねすごく杉田さんの声が、うん、ものすごく落ち着いてて鼻で笑っちゃったすいませんなんかこう包んでくれる、うん、安心感が安心感がもうすごいですとんでもございません杉田さんのね、こうちょうどいいいや来週からも忍さんの一緒にご登場していただきたい、はい、ここでね、CM もあるんですけど先に CM 挟んだ方がいいですかねはい、うん、じゃあここで CM を挟んで、はい、ラストのトークに行きたいなと思います、はいまずはよろしくお願いいたしますイベントハウスメロディーさん安田建設さんそして、伊豆の総裁さんの CM ご覧ください
安田建設が選ばれる理由。安田建設は設計から基礎工事、建設、建設管理まで全て自社施工。鉄鋼製作工場は国土交通省のアールグレー工場に認定。安田建設は職人集団、技術にこだわる職人気質。社長をはじめ全員が職人として技術と誇りを持っています。安田建設はコストパフォーマンスの良い仕事をします。安田建設グループのファースト建材から資材の中間マージンをカット。質を落とさずお客様の利益に貢献します。早い安いうまいですか、まあ、それが基本として、まあ、安田に頼んで、まあ、よかったと。保育園、まあ、老人ホーム、まあ、病院、今、まあ、お寺ですけども作ったり、まあ、霊園をやって墓石なんかもやってます、まあ、よく言う俗に言う、よりがこから墓場まで。たくさんの人たちに愛されるまちづくりに貢献できたら、お客様に無駄なことを勧めません。建設のことならお任せください。お問い合わせお待ちしています。安田建設。伊豆の総裁は松戸市、柏市、統括エリアを中心に東京都区内等でご葬儀早々のお手伝いを受けたまわります。病院や施設、ご自宅へのご搬送、安心の自社冷蔵ご安置施設を管理、個人様とのご対面スペースでゆっくりお別れしていただきます。エンバーミング、海洋散骨、任意後見人等のご案内、ご葬儀に関することは鈴木圭一さんとね、いまだにずっと続いてるんですけど、もう厳しい方でね、はい、ありがとうございます。末田さん、はい、ここでもう健康メッセージが出てます。そうですか、ありがとうございます。金子大さん、のどかさん、翔吾くん、お疲れ様です。今日は会えず残念です。またいつか会える日を楽しみにしてます。杉玉さんって書いてますね。いいですね、略されている感じが。杉玉さん、翔吾くんね、それね、はい、ちょっと発音が違う。ちょっと違う。なんか続けてたら杉玉さん。これが正解。杉玉さんじゃなくて、な杉玉まさん。これが大事な。なるほど。はい、大体あの、はい、あ、なるほど。杉玉まさん。はい、まが生ですね。ですね。そうです。お疲れ様です。今日は素敵な格好してますね。後で待ってます。しょうもない。ありがとうございます。前頭さん、前頭さんからね、ありがとうございます。いや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 、もう本当に残りあと少しになりますけど、早いものですね。びっくりしましたもん。さすがの、ね、やっぱりお仕事されてただけに、とんでもございません。もう素晴らしい。半世紀も前、半世紀も前。そんなには前じゃないか。はい、ここで、はい、皆さん、皆さん告知。そうですね、はい、どうぞ。じゃあ どうしますか。じゃあはい、どうぞ。はい、じゃあせっかく永久女子と来てきたので、永久女子の宣伝をさせていただきたいと思います。はい、今月の10月27日、令和歌謡塾 BS 日テレの番組なんですけど、そちらの収録がございまして、放送日がなんとまだちょっと分かんないというちょっと分からないので、私の Facebook など、永久女子の他の方の Facebook やブログなどございますので、またそちらの方で宣伝放送日させていただきます。今回出した新曲の一人より二人、なんと今回は手話付きで、はい、すごい、今なんか手話がちょっとこれから注目されるんじゃないかっていう話が出てまして、ね、来年の2025年かな、デフオリンピック
ックっていうのかな、うん、あの耳の聞こえない方 の、 あのオリンピックが来年開催予定ということで、うん、今結構その手話のついた歌の注文とかもあちこち今多いので、うん、ちょっとそこに永久女子がねじ込められないかなと思いつつ今、うん、考えております。はい、というわけでこれからもいろいろ永久女子活動していきますのでよろしくお願いいたします。のどかです、ありがとうございます。金子大と申します、はい、僕はあの、先ほどもちょっとお話したんですが、東京都目黒区の歌謡教室、 ある一箇所ですが担当しておりまして、その歌謡教室各クラブがあるんですが10組があるとかね、その皆さんが100名近く集まりまして、10月31日に誕生会っていうのがあるんだそうです。でそこで、私 の、 あの生徒さんが2曲歌を歌うんです。でところがそれ終わって大鳥で金子さん歌を歌ってくれということで、僕はあのギター持参で、アンプから何から全部装備して、うまく歌を歌いたいと思います。これはまあプライベートのことです。でもう一つ、そもさんいいですか、そもさん、はい大丈夫です、はい、12月の12日火曜日なんですが、ね、はい、正吾さんもご一緒させて、はい、いただきます、ね、はい、ハンジナさん、ハンジナさんでしたね、ハンジナさんと正吾さんと、はい、金子3人で、はい、大井町のコスモポリタンさんというお店でですね、はい、ライブを開くことになりました、はいはい、でその内容はねこれから正吾さんといろいろ相談をして、はい、来られたお客様を楽しんでいただくような内容にしたいと思ってます、はい、やっとあの9月が終わって、9月はもう超多忙だったんです、うん、それが終わって、やっと今ほっとしてるところなんですが、うん、これからまたいい歌を作ってまいりたいと思いますのでよろしくお願いいたします。そしてご一緒、ご一緒になる、あ、そうなんですよ、ですね、よくご一緒、ね、あのこののかさんとも金子さんとも、ね、よくご一緒させていただいて、お世話になってます。ぜひ司会で、あ、じゃあお願いします。いいですね、それはまあ忍さんの許可を取らないとお借りしてもよろしいですか。置いときました、すいません。じゃあ、さんも、はいはい、そうですね、ここから忍の方の、あの、はい、させていただきたいというふうに思いますけれども、うん、まずあの今月の18日になります水曜日ですけれども、うん、カバーのミニアルバムが発売になります、うん、題名はですね、岡田忍娘道成寺演歌の魅力という、うん、ミニアルバムが出ますので、皆さんぜひよろしくお願いをしたいと思っております。これはですね、市川由紀乃さん、はい、の若かりし頃ですね、19歳から20歳ぐらいの、うん、時の曲を6曲カバーさせていただいて、うん、岡田忍が歌っておりますので、ぜひ皆さんお聴きいただければと思います。でちなみにですね、あと CD の、キャンペーンの方ですけれども、店頭キャンペーンが23日の月曜日、12時から関根楽器さん、うん、で30日の月曜日が同じく12時から音曲堂さん、うん、で最後が15時から美声堂さんでありますので、こちらは店頭で歌わさせていただいて、即売会をさせていただきたいと思っておりますので、こちらもぜひ、お時間ございましたら お運びくださいませ。ちょっと噛みました。大丈夫、はい、神様が降りてきただけです、はいはい、素晴らしい素晴らしい、はい、引き続き、はい、あの番組がね、1時から放送続きますので、そちらの方でもまた告知の方もさせていただければなと思います。ありがとうございました。またお会いしましょう。また見てね、10分後だよ。